女性として生きるということだったりとか、何か女性の内面的なことだったりとか、優しさだったり強さだったり、そういった内面の面を作品に書いていきたいなと思って制作してます。女性の内面までも描く、そんな若き日本画家。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は日本画家宝鏡朋子。彼女の描く女性はどこか懐かしく、そして温かい。少し洋の雰囲気が混ざった日本文化の明治大正時代のあの感じがすごく好きで、あの時ってすごく文化が盛んだったと思うんですよね。着物もすごく華やかで、なのでなんだかあの時代の華やかさを現代のモデルさんを使って表現できたらいいなと思って、昔の女性はやっぱりおしとやかでなければいけなかったりとかするんですけれども、逆に現代の女性はすごく強い方も多いので、そこはちょっと昔とは違うところなんですけれども、内面だったりそういうところも描きたいんですけれども、髪の毛の生え際だったり眉毛だったり、そういったものは一本一本面相筆で描くことに力を入れて描いてます。女性像の場合は着物で、着物はすごく日本の四季を表していると思うので、そういった面で着物の女性を描いているんですけれども、洋服と違ってすごく日本の季節に忠実といいますか、いろいろ決まりがあって、そこが面白いなと思ってます。夏には炉の着物を着て、この時期から合わせになって、この時期から一重を着るでしたり、すごく決まりが難しくて、私もまだ勉強中なんですけれども、そういったことはやっぱりドレスにはないので、一着着れば完成ではなくて、いろんな小物が合わせて着ていくので、そういったところに魅力を感じています。はい、彼女の描く女性に見るものは自己を投影するのかもしれない。すごく見ていて癒されると言っていただけたりですとか、あとは何か女性が自分の子供に似ているとか、ちょっと自分に似ているような気がするとか、そういった何か感じるところがあって、見に来てくださったりする方が多いですね。そんな宝鏡朋子のブレイク前夜、一番大きな目標というのは自分を超えるというか、納得のいく作品を生涯に1枚描きたいというのがどうしてもあるので、それは絶対にやりたいと思ってまして、何か空間を使った面白い展示だったりとか、そういったものをやってみたいなと思ってます。次週はソルトピースメーカー日暮雄一のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。